くったくった。さすが海辺で位置の立つ町だけあるな。魚の鮮度は内陸と比べ物にならねえぜ。それにしてもしばらくこの町で足止めを食いそうだね。ええ、まさか乗っていたアダマス号の方が違法とはな。あの通り船長は処分されちまいましたし、船は未払いの通行料代わりに接収されちまうって噂ですぜ。あのバルタ水軍とかいう連中は一体何者なんだろうね。アドル君が乗客と分かると解放してくれたようだが。それでも王兵で柄は悪いし海賊にしか見えないんだわな。ノーマンですよ。ノーマン？すごい航海技術を持っていて北からやってきた人たちです。この辺りだけではなく北海全体を荒らし回っているそうです。町や教会を襲撃したり人をさらったりすることもあるみたいで、バルタ水軍はそのノーマンの一派です。やっぱり海賊じゃねえか。そんな連中がどうして。グリア地方の支配者は確かロムン帝国なんじゃないのかね。ロムン帝国もバルタ水軍には逆らえないって噂されています。このオベリア湾はずっと昔からノーマンたちに支配されてきました。おかげでロムンに支配されずに済むっていう人もいますけど。おい、アダマス号の話は聞いたかよ。うん、僕は危ない橋を渡っていたラサル船長の自業自得だと思うな。そうかもしれんが、俺は船長に同情するぜ。そもそも通行料なんて海賊どもが勝手に決めた規則だ。俺たちがそんなものに従う必要なんて。おい、気持ちはわかるがそこまでにしとけって。ああ、なんだってこんな町に生まれちまったのかね。なるほどな、歓迎されてはいないみたいだな。どこの町もそうだが、まあいろいろとあるんだろうね。うん、そういえば船から見えたたくさんの島には本当に驚いたな。ああ、はい、そうですね。私たちには見慣れた景色ですけど。そうだ、ジョーちゃん、中には不思議な言われや伝承が残る島なんてあったりしないか。俺たちはそういうものに興味があったりするわけなんだが。もしかして皆さんそれで旅をされているんですか。お眼鏡にかなうようなものがあればいいのですが。そうですね、そうそう、どこにでもありそうな昔話なら知っていますよ。ほう、どういうお話なんだい。海王の玉座と呼ばれているお話なんですけど、その玉座はオベリア湾のどこかの島に隠されていて、見つけて座った人の願いを叶えてくれるっていう内容なんです。へえ、海王の玉座か。どうだアドル、お前さんの興味を引きそうか。そうこなくちゃな、時間もできちまったことだし。でも本当にただの言い伝えですよ。いいじゃないか、若い奴らはそれくらい夢があった方がいい。俺だって昔はな。すまないね、こいつ飲みすぎちまってるみたいで。ちなみにもし玉座があったらロザリンドは何をお願いするんだい。私ですか。それはもちろんこのお店が繁盛しますようにです。泣けるね。さすがルネさん自慢の看板娘だ。俺は三日三晩かけてこの店のブドウ酒を全部飲み干したいね。俺はもちろん幸せ、
お店も繁盛してロザリンドも幸せ。まあ本当にそれくらいにしておけよ。兄さんたち絡んですまないね。いや気にしないでくれ。私この宿酒場ラズベリの娘でロザリンドと言います。皆さんは確か宿もご利用でしたよね。もし滞在中に困ったことがあれば何でも相談してくださいね。はい、何なりとご相談ください。それでは私はこれで、ごゆっくりお楽しみください。なかなかよくできた子じゃないか。うちの村のリリアを思い出すよ。そりゃそうと、アドル、海王の玉座も重要だが、滞在するなら先立つものが必要だ。なんせセルセタまでのロギンしか用意してこなかったからな。うん、そういうことなら私は町の診療所を訪ねてみるよ。来る時に見かけたんだが、どうやら医師を募集しているようだ。そいつは話が早そうですな。問題は俺たちの方か。兄さんたち仕事を探すつもりかい？ああ、そうだが。今だったら港と自警団が人を探しているよ。港はいつも人足が足りてないから、でかい兄さんならきっと歓迎されるよ。赤い兄さんは剣士だろ。自警団が臨時団員を探していたはずだ。そりゃ本当かい？いい情報ありがとうよ。とりあえず候補は決まったようだね。そんじゃま、一服したらそれぞれ出かけるとしますかね。そんじゃ、アドル、先生、ここからはそれぞれ別行動ってことで。ああ、私は診療所に行ってくるよ。しばらく滞在するなら町の様子も見てくるとしようかね。そういうことなら夕方の飯時に集合ってことにしますか。アドル、お前さんも。どうした、アドル？声？空耳じゃねえのか？俺には何も聞こえなかったが。まあ、屋外だから何かの音が声に聞こえたのかもしれないね。そんじゃ、仕切り直して出かけるとしようぜ。アドルも自警団だけじゃなくて町を回るつもりなんだろ？そんじゃ、また後でな。
お客さんですか？ん？ん？わかった！入団志望者だな！見かけない顔だけど、俺と同じくらいの年齢か。俺はグレン。お前の名前は？なるほど、アドルっていうのか。いやー、入団大歓迎だぜ。絶対絶対入ってくれよな。って、なんか浮かない顔してんな。なあ、もしかして給金のことか。前はもうちょいマシだったんだけどな。自警団に過度な力は必要ないって町長に予算を減らされちまったんだ。今の町長はバルタ水軍の言いなりで、情けなくて涙が出てくる。モッチってお前、さてはいいやつだな。ただ今は団長たちがちょっと出かけてんだよな。明日はいるはずだから、明日の昼頃にまた出直してくれよ。こいつは俺の予感なんだが、お前とは仲良くなれる気がする。来たれ若者、自警団は君の参加を待っている。そこの赤毛の君、あなた見かけない顔だけど、もしかしてアダマス号のお客さん？大丈夫？怪我とかしてないの？いきなり話しかけてごめんね。うちの子と同じくらいに見えるから、おばさんたち心配になっちゃって。まったく、バルタ水軍の連中もめちゃくちゃするわよね。オベリア湾を通る船に高い通行料を課して、払わなければ略奪することもあるのよ。だからアダマス号みたいにこっそり通ろうとする船もあるけど、バレてしまったら今回のラサルさんみたいにね。それが彼らは通行料を払った船は護衛して安全を保証するのよ。湾内の秩序維持に一役買ってるから、ロムン帝国も黙認してるって話よ。結局ここに住んでる以上は彼らに従って生きるしかないのよね。昔に比べれば略奪も減ったからマシになったと思うしかないわ。クレマン町長がもう少ししっかりしてくれるといいんだけどね。町長も私たちとバルタ水軍の板挟みでかわいそうだとは思うけどね。でもそれが町長の仕事なんだから、あなたもくれぐれも彼らに目をつけられないようにね。いやー、やはりスパニさんの革製品は品質が違いますな。オベリア湾の海産物こそ絶品ですよ。やはり味の濃厚さと身の締まりが違う。ロムンとイスパニは敵対国ですが、今日はお互いいい取引ができましたな。何を隠そう、今回の取引は彼が仲介してくれたおかげですぞ。その服装、もしかして彼は？ええ、お察しの通りノーマンです。ただ斧を振り回すより商売の方がどうも肌に合っているようでして。そりゃあいい。ノーマンの航海技術は一級品と聞く。交易にはうってつけじゃないか。恐れ入ります。それに戦時下で交易が行えるのはバルタ水軍のおかげですな。彼らがいてくれるおかげでこの海域はどちらの船も航行できる。コールさえ、ロムン役人も口を挟まないし、私たちにとってはまさに天国ですな。
これからもごひいきにお願いしますよ。こちらこそです。引き続きバルタ水軍にもよしなに取り計らっておきましょう。それはそうと、ロメスさん、先ほど自警団から連絡があって、事故で街道が封鎖されているそうですよ。確か重要な商談でお出かけの予定があったのでは。おっと、さすが耳が早いね。そのことなら知ってるよ。自警団に状況を問い合わせ中なんだが、そろそろ報告が来ると思うんだがね。探して、こっち。
なるほど、その貝殻からね。そのマナというのは魔法のような力なのかね。そりゃそうだろうよ、身についたばかりなんだろ。そのアドルが戦った死なねえ狼ってのも気になるな。港の連中にいろいろと話を聞いたが、そんな話題は全く出なかったんだが。今まさに何かを起こそうとしている、そういうことかもしれないね。バルタ水軍、マナ、不死の狼、それにそのリラとかいう人物、昨日聞いた海王の玉座とは違うが、いきなり謎がてんこ盛りじゃねえか。この状況ってのはもしかすると。冒険ってのは挑むものとばかり思ってたが、アドルといると向こうからやってきてくれるようだな。面白くなってきたじゃねえか。それにしても無数にある島からその女性を探すのは骨が折れそうだな。とにかく情報と、それから船が必要になりそうだね。俺は人足やることが決まったから、港で情報を集めてみますよ。私もアスラッド診療所で臨時医師として働くことになった。町の人間で協力者になってくれる人物がいないか当たってみるとしよう。よっしゃ、アドル、それじゃ明日から行動開始だな。確認をさせてもらう。いろいろと疑問はあるだろうが、説明するのは面倒だ。昨日の続きとでも思っておけ。やっぱ知ってんのか。今度は手加減に変えろ。どういうことだ。
マナの力、どうやって身に少なくともアダマス号の時には使ってなかったはずだ。リラだと？知らねえな。私たちにとっちゃマナってのは形がない力の概念だ。剣に宿れば勝利をもたらし、船に宿れば航海の安全をもたらす。主神ハールに選ばれた者だけがその力を使うことができる。バルタ水軍で使えるのは私と親父だけだ。あ、そんなことお前に。まさかグリーガお前も昨日戦っただろ。普通の武器じゃ何度倒しても傷を癒して立ち上がってくる。こいつらはマナでしか倒せない。もうテモテじゃねえか。とりあえず調べろって言われたことは大体分かった。私はこれで引き上げる。じゃあな。私に何の得がある？私はノーマンだ。場合によっちゃ次はお前を殺す。それが嫌ならさっさとオベリア湾を立ち去れ。マナの枷？おい、お前一体何しやがった？確かにお前でも私でもないマナだな。外れねえ！おい、お前も手伝え！このままじゃいろいろと困るだろ。外れなきゃお前の手を切り落として帰らせてもらうぞ。ダメだ。ひょっとして呪いの類か？こうなった以上気は進まねえが、親父に相談してみるしか。私よりマナに詳しいけど、当てにしていいかどうか。やれやれ。確かアドルとか言ったな。手を切り落とされたくなければしばらく一緒に行動してもらうぞ。おい、それはこっちのセリフだ。私の名前はカージャ、カージャ・バルタだ。バルタ水軍の統領グリムソン・バルタの娘だ。気づいていたのか。早速だけど、私はバルタ水軍の司令所へ報告に行く。港湾区まで付き合ってもらうからな。おい、
あんまり離れるなよ。またこけるのはコリゴリだ。グンナルあたりが何か知らねえかな。なんで私がこんな目に。姫さん、戻ったんすか？誰ですか、そいつは。グンナルはいるか？報告がある。今呼びますよ。姫さんが仇の男を連れてくるとはな。お前、ひょっとして姫さんのこれか？だよな、姫さんがお前みたいにひょろい。アダマス号で戦ったっつう剣士も確か。おい、何をひそひそ話している。大したことじゃありやせん。とっく。姫様、どうされました？グンナル、お前もいい加減に姫はやめてくれ。おや、その少年は。グリムソンに調べろって言われた剣士だ。棟梁に？ああ、思い出しました。確かアダマス号の乗客の。なるほど、マナが使えることに加えて謎の枷ですか。それでその少年と姫様は互いに離れられなくなったと。おい、お前笑ってねえか？いえ、笑っておりません。確かにこの件は棟梁しか判断できない異例な状況のようです。ただ棟梁は外洋に遠征中でして、戻るのは明日の予定です。は？明日？じゃあ私はこの後どうすれば。僭越ながら姫様は今日一日カルナックでお過ごしください。え、なんでだよ。まず盾の兄弟でない者を我々に同行はさせられません。考えようによっては良い機会かもしれません。支配地の住人が実際に何を思い生活しているのか、そろそろそういうことにも目を向けるご年齢かと思います。まあさらに今の状況は妙な誤解を招く可能性があります。妙な誤解？中にはこの剣を姫様の不祥事と喜ぶ輩もおりましょう。何も進んで神宮に議題を提供する必要はございますまい。分かったよ、それ以上言うな。アドル君だったね。アダマス号では驚かせてしまった。私はバルタ水軍の戦士長でグンナルというものだ。ノーマンに出会うのが初めてなら誰だってそうなるよ。思うところはあるだろうが、解決を望むなら協力が必要そうだ。我々には我々の流儀があり、相容れないこともあるだろう。ただこの状況が解決するまでは彼女と我々に協力してほしい。悪いが話を聞く限りこれについては協力が不可欠だよ。姫様、棟梁が戻ったらすぐ知らせるようにします。それまでなるべくアドル君の言うことを聞いて行動してください。グンナル、おかしくないか？なぜアドルの方を信用するんだ？それを知りたいとお思いなら今回のことはなおさらいい機会です。少なくとも彼は旅慣れていますし、話が通じる人物だと思いますが。私は任務に戻りますので、どうかお気をつけて。
アダル君、後をよろしく頼む。アスラット診療所か。腕は確かで、うちの連中も世話になってるみてえだけど。はーい、どちら様ですか。フレア先生、お帰りなさい。すみません、イブリーズさんのお宅には父が行くはずでしたのに。いやいや、気にしなくていい。それよりミラベル君、少々込み入ったお願いがあってね。はいはい、何でしょう。先ほどから後ろの有名人さんが気になって仕方ありませんけど。うん、まさに彼女のことなんだ。なるほど。ちょうど今、奉仕活動の一環で古着を集めているんです。その中に姫の背丈に合いそうな服があったかも。あれ、どうされました。いや、あんたは私を怖がらないんだな。病人、怪我人、お困りの方は誰でも助けるのが当院の方針です。ロムンだろうと、イスパニだろうと、ノーマンだろうと同じですよ。それにそういう事情でしたら協力は惜しみません。ちょっとだけ時間をちょうだいね。よいしょっと。それではどうぞこちらへ。私は別に今のままでいいんだけど。これが上着ね。ここをこうして。ちょっと待て、私はノーマンの戦士だぞ。そんなペラペラな服じゃ落ち着かねえだろ。その必要はないよ、ミラベル君なら大丈夫。様子を見ようじゃないか。うん、その服と比べたら姫の言う通り頼りないかもね。でもその時その場所にふさわしい服には不思議な力が宿るの。そう、あなたたちのマナのように。は？場にふさわしい服は時として勇気や自信を与えてくれる。私もこの看護服に袖を通すたびに誇らしく優しい気持ちになれるわ。今あなたが着ている服にもきっと似た力があるでしょ。ああ、姫は今日一日カルナックで過ごすよう言われた。この服はそのための力と思い出をきっと与えてくれるわ。大きな出来事があった時に着た服ってそれ自体が思い出にもなるの。お前たちはそう考えるのか。分かったよ、着替えりゃいいんだろ。
思い出とやらはよくわからねえが、あんたの話には説得力がある。そうこなくっちゃ。ご覧、言った通りだろ。そうなんだよ、若いのに大したもんだ。彼女はどんな子供にも苦い薬を飲ませる名人らしいよ。パンパカパーン。それでは登場していただきましょう。話題の海賊姫から可愛く変貌を遂げたタージャさんの登場です。これが可愛いなのか、なんだかスースーするんだけど。あ？ああ、この服にヘルムは合わないらしい。お、こうして着てみると思ったより動きやすいな。これは驚いたね。ミラベル君の言った通りだ。私もちょっと驚きました。さあ、二人ともそろそろ自警団に向かう時間だろう。アドル君、もう出かけた方がいいんじゃないかね。風がいつもより気持ちいい。この服を着てるからか。まだ微妙に落ち着かねえけど、悪くないもんだな。別にはしゃいでねえよ。ジロジロ見てたら殺すぞ。自警団のやつら、なんであんなに集まってるんだ。お前たち本当に確認したのか。間違いありません。確かにとどめは刺しました。ほんの少しの間なんです。目を離した隙にいつの間にか。おお、アドル、約束通り来てくれたのか。あれ、そっちの女の子は？ってことは一緒に自警団に入ってくれるのか。は？なわけねえだろ。あ、そっか。それよりせっかく来てくれたのに今立て込んじまっててな。ああ、それが妙な話なんだ。今朝街道の通行人が狼の群れに襲われてよ。自警団で退治してとどめを刺したんだが、ちょっと目を離した隙に死骸が全部消えちまったらしい。クマが食うために横取りしたんじゃねえか。死骸の数と目を離した時間からすればそりゃ不自然って話だ。となりゃやっぱとどめを刺せてなかったっつう話になるが。あの男は確か手負いの狼たちが逃げ出して街道に潜んでいる可能性がある。それにもかかわらず封鎖を解除して住人たちが街道に出てしまった。そういうことかね、ガリバー団長。まあおっしゃる通りです。ただこの件、どうにも不審なことが多すぎます。君にしては歯切れが悪いな。団員をかばう気持ちはわかるが、何かあれば責任問題だぞ。早急に街道に出てしまった住人と旅行者を保護したまえ。ちおい、さっきから聞いてりゃ勝手ばかり抜かすなよ。狼退治も街道の封鎖も団長やみんな精一杯やったんだ。でも自警団はずっと人手不足なんだよ。みんな疲れてるし、休みだってろくに取れてねえ。あんたがノーマンの言いなりになって予算削ったからだろうが。
やめろ、グレン。だってよ、団長。町長が言う通り、今大事なのは住人たちの安否だ。事態は一刻を争う。動ける者は全員参加してくれ。わかりました。クレマン町長、我々はこのまますぐに出発します。追ってまた報告しますので。よし、出発するぞ。悪いアドル、俺も行ってくるからよ。もしまだ入団してくれるっつうなら、頃合い見計らってまた来てくれよな。ああ、行ってくるぜ。確かに手伝うつもりなのか。仕方ねえな。ハーゲン街道か。あんなところに。さっきの診療所付近から街道に出られる。行くなら急ぐぞ。一息つこうか。何度倒しても立ち上がってきやがる。団長、何なんですかこいつら。俺にも分からん。だが死骸が消えた理由は分かった気がするぜ。確かに一部のノーマンが不思議な力を使うと聞いたことはあるが。で、アドルはそいつをその貝殻で身につけたってわけか。バカな。そんな話どうして信じられる。おー、神様、リナ様、アドル様、頼む、我に力を与えたまえ。そったれ、ダメか。何なんだこいつは。こうなったら団長、俺たちの代わりにアドルたちに住人の保護をお願いしましょう。何。おいグレン、彼らはまだ若いし団員じゃないだろう。お前の時みたいに町長にまた何言われるか。じゃあどうするんですか。俺たちにあの狼は倒せねえっす。奴らまだ仲間がいるみてえだし、街道の人たちだってどうなるか。それは。それに団長、
アドルは昨日話した団員死亡者ですよ。そうなのか。アドルとカージャだったか。すまんが、我々の代わりに住人たちを助けてもらえるか。やれやれ、やるならさっさと行くぞ。そうだ、こいつを持って行け。なくなったらまた詰めてやる。くれぐれも無理はしないでくれ。我々も怪我人の手当てが終わり次第君たちを追いかける。よろしく頼んだぞ。商談がどれほど大事かお前たちには分かるわい。父さん、狼たちに言葉が分かるわけないだろ。それより一緒に逃げた他の人たちは大丈夫かな。なんとなくだけどこの狼たち良くない気がする。人を襲う狼にいいも悪いもあるか。わしらの商売を邪魔する奴はすなわち全て悪。自警団が来たら毛皮にして売り上げの足しにしてくれる。君たちは。おお、自警団の連中か。二人ともずいぶん若いみたいだが。行こう。おお、すごい。でもあの狼たちもやっぱり普通じゃないみたいだ。毛皮が、わしの毛皮が。父さん、そこじゃないよね。そうだった。君たち、このままわしらの護衛として一緒に来てくれんか。わしはカーペント商会のロメスだ。ロメス・カーペント、カルナック一の豪商とかいうやつか。どうだ、商談に間に合えば自警団の倍は給金を出そうではないか。そうだろう、そうだろう。クルス、早速契約の準備を。ダメだろ父さん。なぜだ。あの狼はまだ他にもいる。この先に一緒に逃げた人たちもいる。目先の商談を優先して町での信用を失うつもりなの。商売は信用が第一だって父さんが教えてくれたじゃないか。さすがらしい、いいことを言う。とほほ。そういうことなので、二人は他の人たちを助けてあげてください。僕たちはおとなしくカルナックへ引き返します。当たり前のことを当たり前に判断しただけです。アドル、あそこだ。だったらどうするんだよ。そりゃあどっちかがおとりになるしかない。なんてね。
俺も空気は読める方だよ。合図したら走れ。ま勝手に決めんなって。おっと、あんたらは。ここは引き受けてやるよ。行こう。いやー、やるね君たち。俺はレイフ、こっちの子供はアシュレイさ。あいつらは不死身って聞いてたけど、今の不思議な力でやっつけたのかい？やっぱりか。見たところノーマンじゃなさそうだけど、そっちの彼女はともかくね。細けえことは今はいいだろう。で、こんなところで何してたんだ？野草とかを取りに来ただけだよ。彼、子供なのに一人暮らしでね、たまに食費の足しにしてるんだってさ。けなげだよね。ローザとか神父様とかを素直に頼れば喜んで助けてくれるだろうに。うるさい、町のやつは嫌いなんだ。言っとくけどあんたもだぞレイフ。最近獣が多いからとか言って勝手についてきちゃってさ。おかげですぐ食われずに済んだじゃない。ちょっとは俺にも優しくしてほしいな。東大森のところの女の子とは仲良くしてるみたいだしさ。別に時々差し入れをくれるから借りを返してるだけだよ。大丈夫かなサシュ。だね。また狼が集まってこないうちに。ほら行こうアシュレ。分かったよ。行こう母さん。あんなところにもいたか。無礼ですよ。それ以上近づかないで。一体私を誰だと思って。こんなところで誰かいないのですか。キャンキャンわめくな、余計に刺激すんぞ。あなたたちは。見ていたなら早く助けなさい。ああ、助けてもらっといてなんだよその言い草は。いい身なりしてるみたいだが、この辺りの人間じゃなさそうだな。それはあなたたちには関係のないことでしょ。そうですわね。いきなり襲われてつい気が立って。ああもう私と来たら本当に甘えが抜けないんだから。何ブツブツ言ってんだか。私はミレット、その通りすがりの旅人です。ルレは謝ります。その上で腕が立つあなた方にお願いが。私どうしてもこの道を通って他の町にたどり着きたいのです。なのにこの先もおかしな狼だらけで、退治して安全を確保してくださいませんか。おい、まさかこの先にも誰かいるとか言わねえだろうな。いえ、私以外には人の気配はなさそうでしたが。